ぶちゃん、はい、吉野さん、富士山富士吉田市の商店街に来ました。宇都ちゃん、はい、ここでやりたいのが、この店で一番高いものは何ですかって言って、はい、出てきたものを買うっていう、それをやりたいと思います。うわあ、恐ろしい企画そうだって、いや僕あの佐賀県の唐津の会を見させてもらったんですけど、あ、見たの、よくわかりましたねあれ66万だからねうわーすごいですよね、びっくりしました。よくあそこで行こう、いや、ほう、こう、さすがかっこよかったですね、あの時。今回は、はい、宇都さんと江頭さんで一軒ずつお買い物をしていただきたいなと思って。いや、江頭さんで2軒でいいですか。おい、なんでだよ江頭さんの、江頭チャンネルさんですから。一応番組の予算として一応江頭さんに1万円分と江戸さんに1万円分は一応番組で予算を出しますので、じゃあそれを超えた場合は自腹となります。もう怖いよねこれをやることによって街も活性化されるし、はい、視聴者もめちゃくちゃ喜ぶんだよ。なるほど、視聴者の方のプレゼントにもなるんです。じゃあちょっとこの富士吉田市行ってみようか行ってみますか。奇跡の、だって富士山であんな綿をまとった富士山みたいな初めて見ました、ね、そうだよね奇跡の男7時50分さよっ、ええやさ一番最初に出てきたお店ちょっと見てみるよ。見てみます、秋山さん、うん、秋山さん、わっ、いいデッキブラシャーあれ、あ、昔ながらのホーロー鍋もあったり、これ懐かしいですね、この弁当箱も。ここはなしで一番高いものだけ聞いてみようか。あ、いや、これ多分高いですよ、これこれ多分南部デッキか何か、きっと多分そういう、じゃあちょっと聞いてみようか。聞くだけ聞いてみますか。はい、あ、閉まってるよどういうこと。じゃあさ、はい、あそこの時計屋行ってみる、氷川時計店氷川時計店さん、あ、氷川時計店ちょっと時計店はやめといた方がいいのかな。まあ1万円じゃ済まないよね。済まないですね、きっとね、うん、絶対済まない。うん、おお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 、結構高そう。あの辺見て、うん、あの辺見て、あー、ちょっとメガネもあるし、あ、メガネもあるんだ。ベンツ、何これ、ベンツの時計ですか。あ、47,000円。うわー、すでにここちょっとやばいですね。ゆず、これ別行じゃない、別行。もうこの辺9万円とかいますね。うわ、9万円。ここはもうちょっとパス宇都さん、はい、急にこのチャンネルに来て急にこの企画やらされるっていや本当ですよお茶系のお店ですかね。ここだとちょっとまだ低いんじゃないかな。お値段ですか。お値段が片岡は全然納得しないと思う。でもあの急須、すごい急須あるんじゃないですか。片岡は飲まない飲まない、お茶入れて飲まないですか。アルコールしか飲まないいや、すごいな。やっぱり地元に根付いたものがいいよね。あ、富士山に関するなんかものが欲しいよね。 あれはね、きっとね、うん、富士山のグラスとか。そうだね、はい。うわ、これすげえよ。あ、これ富士吉田ならではじゃない
下吉田中学校。おお。下吉田中学校。これは東京にはないね。ないですね。これ制服プレゼント。書店。図鑑。ここめちゃくちゃ安いと思うね。次回行ってくるね。すみません。東谷西五十分と、はい、キャリオちゃんです。よろしくお願いします。あ、ちょっと聞きたいことがあるんで、はい、彼らいいですか。あ、どうぞ。あ、すいません。はい、はい、僕ここの商店街をいろいろ回ってるんですけど、はい、ここで一番高いものって何ですか。ここって言うとこの店で。はい、この店でですか。はい、はい、高額商品は落ちなくて。あ、そうなんですか。そうですけど、まあ、新学期とかですとね、受験とか電子辞書なんかも置いてあるので。そうなんですか。電子辞書もね。そうですね。でも今の時点だと、はい、野茂さん向けのこういう、あ、それちょっと持ってきてもらっていいですか。お、クリスマス。これ付録がすごいタンバリンですね。そうです。ちなみに、はい、これは、はい、何でしょうか。いくらですか。はい、あ、ハウマッチですね。はい、あ、ハウマッチですね。はい、英語が英語が堪能です。ハウマッチ3,850円プラス。おお、しっくりしましょう。おいおいおい、何ですか。いやいやいや、もう前の段階でここって決めて言わないと入れないんで。あ、そうなんですか。この辺りでなんか結構ね、高額なもの売ってるって言うと、今日火曜日ですよね、うん、そこのロンドンさんなんかに行くとね、うん、高額なものとか売ってるんですよね。今日火曜日で定休日なんだ。今日定休日。じゃあ今日はすごい高額なものが何売ってるんだったんですか。あの家具とか。家具何十万とか。うわですね。ちなみに、はい、富士吉田、はい、特有の、はい、お土産品とかあるとことかないですか。富士吉田自体が機織りの町ですので、そうです、そうです。ですからその織物関係の傘とか、うん、そういったものとかいろいろ。いいですね。はい、機織りって機織りの高そうだな。そうですね。このすぐ近くでもあれですね、そういう売ってるとこありますか。はい。あ、ちょっと行ってみますか、そこ。お友達のところでもいいですか。機織りはされてるんですか。あ、そうです、そうです。ちょっとやってみようか。こちらから。こちらから。あ、裏道から。裏道から。はい。ここまっすぐ行ったところなんです。ここまっすぐ行ったとこ。はい。あの、前田商店っていう。前田商店さん。前田、そして源っていう。ああ、わかりました。前田商店。500?歩けばちょっと10分もかかんないんじゃないですか。行ってみますか。わかりました、はい、じゃあありがとうございます。はい、ありがとうございます。何なんですか。映画チャンネル、映画チャンネルっていう、そうなんですね。 YouTube。 あ、そうなんですね、はい、見てください。後ろの方です。ブリーフ団って言って謎の結社です。東谷さんのもう側近の皆さん。そうなんですね、はい。S さん、M さん、L さんです。そうなんですね。じゃあ、気をつけて。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うわー、ちょっと。いやー、もう行ったら変わっちゃう。絶対変わったの偉いじゃん。お願いしますよ、東谷さん。おい、みんなさん、富士吉田の人のために、あとお金の皆さんのために、東谷さん、買いますよ。富士吉田といえばっていう感じでしたもんね。そうですよね。さっきあのブリーフ団の皆さん、さっきすみません、間違ったり、書店のお母さんに S さん、M さん、L さんって言ってました。あ、すみません、 S さん、L さん、M さん。どうでもいいじゃん。いやいやいや、すみません。伊藤さん、本当にあれですよね、礼儀正しいっていうか、何ですかね、その、あの、もう、それはもう江頭さんのおかげです。何を言ってんだよ。もう本当にこう、お一人からどうもそうなって。正直な話、はい、昔のね、寄席とか行くと、はい、みんな礼儀正しかったね。その中でも一番が彼。いやいや、ちょっと、いやいやいや、江頭さんじゃないですか。いやいや、あなた。いや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 、いや、とんでもないですよ。あのさ、はい、ウドちゃん、はい、ちょっとあなたの YouTube のことで聞きたいんだけどさ。はい、ありがとうございます。ガクト
人が来てるって。そう、天野くんって角田さんのお友達で。ええー、だから来たの。おい、だからそう、それでガッテンドライブってやってますんで、今日はもうノードライブ世界やってないって。こいつ至極です。ありがとうございます。ガクトと比べられるときついな。ガクトです。それと、はい、高田久美も来てたんでしょ。あ、はい、あのガクトさんと高田久美さんがやっぱりあのお友達ってことで、あのゲストに来られてたみたいですね。すごいね。はい、あれないな、大芸商店さん。おかしい、聞いてみようか。はい、はい、あの人に聞くわ。まずトラックの運転手さん知らないかな。あ、すみません、あの東側の方に来るんですけど。宇崎です。左側に前源商店ってある。あ、ここあった。すごいナイスタイミング。うわー、いなかったら通り過ぎてましたね。ねえ、持ってます。お、すごい。お、しかも出てきた。え、あ、カメラいいですか。あ、はい、あ、男の人だ。え、すみません、こちらはお店ですか。お店も兼ねてる、はい、商品とか見ていただいて、はい、であのお客さんここに買いに来て、はい、っていう形で商品とか出して説明したりとか。あ、だけど D ルールとしては、あのお店に入る前で買うか買わないか決めなきゃいけないというルールになっております。だけど、はい、ここはすりガラスで全然商品見えないし、一つのヒントもないじゃん。そうですね、これはもう自殺行為だよ。東田さん、うん、買ってください。おここはちなみに何屋さんですか。乗り物ですね。乗り物製品なんか扱ってます。名産ですね。おー、いろんな乗り物が。あ、ほんと、産地なんですね。産地です。何折りって言うんですか。藤山折りとか呼ばれたりとか。藤山折り、藤山とかいろいろ、はい、やっぱり地元に根付いたものがいいよね。あ、移住した自体が旗折りの町ですので。へぇ、そうです、そうです。じゃあ、はい、ここ、はい、良さそうだし、はい、二人で、はい、やっちゃう、やっちゃいましょう。おお、本当に良さそう。二人でっていうのは一番高いものを、まあ、二人でお金を出し合って買う。そうだね、そうですね、うん、これは割合はどうしよう。割合は28。おいおい、なんでだよ。19でもいいです。なんでだよ。いや、映画チャンネルさんですからね。まあ、けど映画社さん、ここ先輩ですからね。わかった。おお、じゃあ91で。すごい、これぞ映画社だよ。先輩で映画チャンネル。いや、それが俺をまだ見てるんだと思ったんだよ。エガちゃんさんはやるって言ったらやるんですよね。やる。いやー、エガちゃん買う。やったー。91でいいですか。買っちゃうー。91やりましたね。おめでとうございます。ちょっとめちゃくちゃ太る、怖いっすよね。もうしょうがないでしょ。織物屋さん、お店入っていいですか。はい、はい、ちょっとお店入らせていただきますか。はい、ここもしかして前田源商店なんですか。はい、前田源商店。前源商店じゃなかったです。前田源商店。前田源商店。はい。前源さん、前源さん。あ、前源さんね、じゃあ通じるんですか。はい、どうぞどうぞ。あ、じゃあ失礼。失礼します。よーし。あ、そうで。なんかオフィスだ。あ、本当だ。あれ？旗折り機があるわけじゃないですね。あ、旗折り機はそうですね、別のところで作ってます。あ、こういう。あ、そうです、そうです。あのバスタオルとか、はい、めちゃくちゃいい生地のバスタオル、あの気持ちいい、かわいいデザインで、結構売れてるでしょこれ。そうですね、これ出たばっかなんですけれども、うん、新商品、うわ、めちゃくちゃ肌触り、ほんとだー、すごい、気持ちいい、アクションがやっても肌荒れしなそうねえ。じゃあ、はい、この店で一番高いものください。わかりました。おお、うわ、目が座ってる。おい、一番高いものですね。はい、はい、お持ちいたします。はい、お、はい、ちょっと、どうぞ、ここにはない、ここにない、ない、
前田銀商店さん、宇野ちゃん、はい、どうしよう。どうします。今全然ちょっと少し変わりましたよ。この一番高いものをお持ちしますっていう感じが。ちょっと待ってください。持ってきます。普段からここで展示されてない。だからそこまで売れてないけど、めちゃくちゃ高いやつがあるんだね。そうなんですね。バスタオルとか、うん、それ系であれば、うん、まだここまでいかない可能性もあります。そうだね、そうだと思う。俺も一番高いものになります。指定みたいになってる。すごいね。すごい。いや、これ違うんですね、パッケージが。このそうや、そうなんですよ。これは富士吉田とどういう関係があるんですか？富士吉田で作ったものです。で、それは弊社の商品として。あ、そうなんですね。ビジュアルディクショナリーグランプ。そうですね。もう辞典って書いて辞書ってことですか？辞書になってます。ビジュアルが。なるほど。自然図鑑みたいなのしてまして、うん、で、ちょっと広げてみますと、うん、こういう形で。おお、あ、これより全然でっかい。遠くから見ると、おお、使いやすそう。あ、すごい。柔らかいです。柔らかい。すごい、藤山織。すげえ柔らかい。柔らかい。わ、すごい。あ、ちゃんと貼りやすくこれ。払いやすくこの日本いい日本語表示で。この値段ははいいくらですか？はい、1万8000になります。おお、ちょっと待ってください。1万8000円でお二人分だと予算が2万円でまさかの予算内に収まるという。いやー、素敵。美学の行だよ。お買い物上手。ただいいものを買いましたもんね。いや、いいものですよ。これください。ありがとうございます。色どっちがいい？どっちにしますか？どっちも合うな。じゃあグリーンにしようか。グリーンの方で。はい、グリーン。はい。はい、あというわけでこちら1万8000円のめちゃくちゃいいブランケットですね。ねえ、プレゼントとしてはとてもいい。いや、本当ですよ。これね、あたおか絶対喜ぶと思う。はい、うん、宇都くんとの会最高だったね。ありがとうございます。いやいや、さっきまでお金は1級でとか言ってたからいいですか、最高だったっていうのを言葉いただいて。1級の男気だけは見えたんで。あ、そうだった、その時。うん、そうだ、俺がハン。お前絶対バカにしてるよ。いや、かっこいいね。ということで、あたおかのみんな、これプレゼントするから、はい、どんどん応募してね。ありがとう。ウドちゃんのティアチャンネルも見てねー。ありがとうございます。皆さんもパクってください。